鎮痛剤でアナフィラキシーになりトラウマです。どうしたらトラウマを克服できるでしょうか。鎮痛剤飲みまくってください、あの病院で。で、その病院でアナフィラキシーショックになったら、看護婦さんとかが助けてくれて、イフエンとかバンバン刺してくれるので、なので鎮痛剤飲んでも大丈夫だっていう経験をしてみてください。ワクチンを打ったデメリットって、そのアナフィラキラシーショックになる人っていうのが、その100万人に 4,5 人いるんですよ。で、100万人に 4,5 人でそのアナフィラキラシーショックになりましたって言っても、まあ職域はわかんないですけど、基本的にはそのコロナワクチン打つところって病院だったりとか、お医者さんがいる場所で打つので、そのまあ何かじゃあショックになりましたって言っても、そのエピペン打って、まあその大丈夫ですよっていう状態に戻せるので、そのアドレナリンみたいなんですね、っていうのがあって、なので死ぬことほぼないんですよね、先進国の場合は。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。